ヘルテイカー、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、ヘルテイカーというゲームをやっていこうと思います。このゲームね、実はツイッターで今めちゃめちゃ話題になっていて、まあ、どんなゲームかっていうと、ハーレムを作るために悪魔っ子を集めるゲーム。別に悪魔っ子でハーレム作りたくないけどね、小悪魔ちゃんとかじゃなくて普通に悪魔っ子なんでしょう。で、まあ、皆さんご存知の通り、悪魔っ子を集めるためには地獄を進まなきゃいけないじゃないですか。まあ、なので今回は地獄を進んでいくゲームということで。で、実はこれもうね、始まってるんで、早速やっていきます。自分が虚空に包まれると気づく。うわ、大いなるハエのベルゼブブ。ハエ、これハエなの？あ、すごい。あ、ちゃんとハエになってる。いや、怖っ。ごきげんよう、小さきものよ。うん、ハエに小さいって言われる世界線あったんだね。我がハエのことは気にするな。気にするに決まってんだろう。うん、これを気にしないやついないって。絶対に受け入れられないよ、君の姿。名はベルゼブブ。古き良き隣人だ。いねえよ、お前みたいな隣人。さすがに怖いって。お、こっからスタートなんだ。ニューゲーム。ヘルテイカーの旅路をもう一度辿るというのか。面白い。いや、初めてです。おう、それならナレーターが必要やもしれるな。喜んで務めさせてもらおう。おー、君がナレーターなんだ。ナレーター、あれすごいゲームだな。ある朝、君は夢を見た。あ、これ俺なんだ。ムキムキだけどね。悪魔の子たちでハーレムを作る夢だ。そんな夢見ないけどね。ま、簡単に叶えられる夢ではない。命を落とすこともあり得る。まあ、そうだね。いや、わかんないけどね。いかついね。悪魔の娘っ子といちゃつけるんだ。俺の玉くらい安いもんだ。と、君は言い放ち、地獄に降り立った。そんなに？あ、でも背景になんか映ってんな。なかなかナイスボディな女の子たちが映ってんな。うわ、これを見てしまったのか。それは行くわ、地獄に。来た、かっけえ。あ、で、一応ね、なんかパズルゲームらしいんだよね。なにこれ、もう何の説明もなしに、なんか、あ、来た来た。待てよ、なんだこれ。とりあえずヒント見るか。左トリガー。あ、ベルゼブブが言ってくれるんだ。まだ悪魔の娘を見つけていないのか。ヒントが欲しいのに聞く相手がいないのは辛いもんだな。我が輩が可愛いのは承知の上だが、ナレーターの務めがあるのでね。ハーレムに加えるにふさわしい子を仲間に加えれば何か聞き出せるかもしれんな。ヒントじゃねえ。まあ、とにかくさ、これ19ってなったじゃん、左下が。1個進むごとに。ああ、そのパターンだね。で、あの右下の女の子行くのか。めっちゃ踊ってんな。こうやって殴って、あー、2回でいけると。で、はい、壊す壊す壊す。これ足りるのか。壊す壊す壊す。足りるのか。これ足りない。で、23回の間に右下まで行くと。 OK、 分かった。じゃあまず、とりあえずこれ殴って、こっち殴るのが一番最善なんじゃないかな。で、これ壊れかけだったりしない。あ、なるほどね。こうだな。はい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 。え、めっちゃギリじゃん。めっちゃギリじゃん。コンパイ悪魔のパンデモニカ。モニカ。モニカ。うわ、ドキドキリテレチャークラブのトラウマ。地獄お客様窓口担当、パンデモニカと申します。ご用件は何でしょうか。窓口やんだ。お、地獄を出て、家でいろいろするぞ。めちゃめちゃ直球なナンパし始めた。めっちゃ直球じゃん。代わりに俺がお前の担当になってやろうか。なんなのこの感じ。だいぶ勘違いしてんぞこれ。初手これじゃないぞ絶対に。じゃあそうだな、代わりに俺がお前の担当になってやろうか。いいんだ、成功しちゃったよ。ありがたい申し出です。そろそろコーヒーを飲みたくて、あれがないと自分が保てなくなるんです。おお、これでやった、一人目ゲット。あ、またメロメロなやつがいる。なんだあれ、罠みたいなのあるけど、あれ避けていかなきゃいけないパターンなのかな。でもだとしてもさ、これいけないもんね。一回行ってみるか。あ、一回リスタートしよう。オッケー。ってことはなるべく踏まないようにね、行きましょうか。まあしゃあないな。でもうわ、めっちゃ減るな。これいけんのかな。極力踏まないように。待てよ。うわ、俺こういうパズル系ちょっとあんまり得意じゃないんだけどな、正直。やば、無理じゃん、これ壊れないよね。ああ、待ってよ。なるほどなるほどなるほど。ということは、ということはですよ、こっからのこっちだな、こっちだな。で、これどうなんの。無理なんだ。ああ、なるほど。じゃあ今でいけたな。オッケー。
わかったわかった。こうやってどん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 繰り返していって学んでいってもいいっていうことだよね、結果的に言えば。これ間に合うでしょ。よっしゃー、公職悪魔のモデウス二人きりになっちゃった。やべえ、なんかこういうの言われるとドキッとすんだけどなんか中学生みたいでごめん。な、なにこれだな。質問は受け付けない。時間がないんだ。ハーレム作り忙しくてな。これくらいワイルドに行った方がいいんじゃないか。時間がないよと。ハーレム作りっていうところで一応君もおいでよっていうところ言いつつ時間がないって、このね、飴とムチよね。これ飴とムチの分素晴らしいわ。これにしようめっちゃ簡単なんだけど。悪魔のハーレム、お化けなのかな。みんな君をズタズタにしそうだし、ついてってあげるよくわからん、よくわからんな、性癖が。さあもらいと二人目ゲット。これ何人くらい仲間にするんだろう、ハーレムにするんだろうね。うわめっちゃいんな。なんだあれ、鍵がかかってる。あーはいはいはい。で今回結構あるね。とりあえずまあこれ下行った方が早いんじゃねえの結局。えは全然やられないんだけどこいつ。あーやってられた。まあでもこれ一番最善なんじゃないかな。え待って、これ足りる、足りるかこれ。あーあっ、足りねえんだそこ。ということはこれ意外とだよ、意外とここの道を行ってでも行かない方がいい。16で帰りは待てよ、14か。いや帰り意外とこっち。あい、なるほどね。4、2、1、よっしゃー、これ3人ゲットできるんだね。なるほど、三つ子悪魔のケルベロスやけに可愛いな、ケルベロス。体1個じゃないんだね。人間？本当に人間？ねえねえ、僕たちを連れてって。お、僕っ子ってやつか、これもしかして。お、決まりだ、何も聞かんぞ。ずいぶん簡単だな、ちょっと聞きたいんだが。ちょっとこれなんか裏ありそうだよね、簡単すぎて。確かに、いやでもここは男らしく行こう。ずいぶん簡単だなとか言ってるのは男らしくないわ。決まりだ、何も聞かんぞめっちゃ簡単。あーちょっと待って、今読まなかったな。なんかドキドキさせたいわ、あなたのことを。ポキさん好き好きみたいな、あの書いてあったな今。はい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 。これはまた鍵を取ってからだよな、これ。こう行ってこうで、いやこんな簡単じゃないんかな。あ待って、これやばくね。え待てよ、ちょっと待って、これ無理じゃんもう。あーちょっと、あーそうだね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 、そうなるかそうなるか。これ先に道作るパターンの可能性あんのかな、もしかして。なかなか難易度高いぞ。でこうやってあえてこっちやってから、いやーでもこれ鍵取れねえな。そっか、鍵取れなくなるのか、そうなったら。いや待て、これ鍵取らなくていいじゃん。え何これ、鍵取らなくていいパターンあんの。おい、いや知らんそのパターン。待てよ、あーえなんだ、え、なにこれ、禁断の儀式の手順。まあ、とりあえず、ダメなんかい来た来た。これ鍵取らなくてよかったんだ。あれなんか隠しエンドとかそういう系なのかな。普通に行けたわ。毒舌魔女のマリー、ま、魔女じゃない、悪魔のマリーナ。あー、また脳天気なバカが来たか。初めて見るアホ面だな。何しに来たの。うわー、さすが毒舌。コープキャンペーンの実績を取る相手を探している。たまらんな、もっと罵ってくれないか。たまらんな、もっと罵ってくれないか。また変態魔族筋肉のお出ましか、最高だねまたってなんだ、またって。前にも来たんか。お、マリーナが、ええバッド。マリーナが空を切ったかと思うと、君の頸動脈から赤いものが吹き出した。怖えよ、なんで洗濯ミスったのか俺は待って、何洗濯ミスったのか、あの鍵取んなきゃいけないのか。でも鍵取ってあのマリーナの元にたどり着くのは不可能だぞ。ちょっととりあえず洗濯ミスった可能性があるから一回行ってみるか。こうだね。ちょっともう一回行ってみよう。で洗濯を変えてみようか。こっちコープキャンペーンの実績を取る相手を探してる。あって、これでいいんだ。それって PC ゲーのこと。あんたが単性シミュレーションゲームをやるってならいいけど、意味わかんない。一緒にやってくれんの。俺はちょっと PC ゲーとか好きだから嬉しいけど。
てか逆に言えば今まで2分の1全部当ててきたんか俺は。すげえな、奇跡だろ。やった、やっぱナンパを心得ているね。したことないけど。さあ来たか。おーっとこれは、これ鍵必要パターンだな、確実に。とりあえずこいつ倒して、あーなんか動くたびに、あーそのパターンね、これ避けれる。ねえちょっと待ってよ。あー次当たるな。これどうなんだろう、当たんない方がいいんじゃないのか結果的に。ちょ一回戻って、当たるわ、当たるわ、2回当たったわ。全く無意味だったね今の。ちょっともう一回やろう。じゃあやり直します、まあ、とりあえず倒すでこうでしょ。これなんかどうなんだろうな、先になんかこれ岩を壊すっていうのはありなんかな。そんなことないか。これやったらどうなんの、壊れないんだ岩別に。待てよ、これいけないな。でもこれいけんな。あ待てよ、これ足りないのかな。2、あーこれ足りないパターンか。あーなるほど、1個足りないんだ、なるほどね。こうするでしょ。あ来たね来たね来たね。あー当たんのかこれ。あ一番最悪なパターンだなこれ。あーダメだな。あーいけた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 。制約悪魔のズドラーダ、うん、悪が2個並んでるよ、すごいなこいつ悪魔の上に性格まで悪いの。よぉハーレム作ってんだろ、うちも入るわ新しいな、新しいな。でも性格悪そうな感じしないけどな。待て、嫌な予感がする。もうハーレムではない、単性シミュ同好会だ。どっちだこれ。なんかさっきの流れでいくとこの単性シミュ同好会だな気もするんだけどな。いやあえて俺は待て、嫌な予感がする、こっち行こう正解した、残念でした。もう入っちゃったもんね、止められるもんなら止めてみな。うーん、タバコの煙を吸ったよりも吐いてる、吸った煙よりも多く吐いてんだよこいつ、すげえな。こんなんで大丈夫なんか本当にハーレム。よーし、まあ順調に進んでいますね。さあ踊ってる、なんか天使みたい。天使じゃない次の、あれなんだあいつ。まあいいや、とりあえず行ってみよっか。これ鍵取んなきゃいけないね確定で。待ってよ、あーこれはここだな多分、ここ鍵取っちゃって、あいいね、当たんない。あーそこで当たんのか。意外とでも個数あるから今回、あでもいけんじゃねこれ、どうなんだっけ。あーそうなんのか、割れない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 。ということはこれは右下から行くのが正解だということですね。ここまでしてこうってことか。これ下ろしていいのか、下ろしたらまずいんじゃないのこれ。下ろしたらまずいな。こうでしょで、こうでしょで、こうからのこうで、こうか。で、待てよ。落ち着け。落ち着いていこう。こっから、身動きが取れなくなりました、皆さん。あ、こっちだな。はい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 。ちょっと待てよ。落ち着け。落ち着いて。倒す。来た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 。いやーちょっと難しかったぞ普通に。探求天使のアザゼル、アザゼル、天使なん、天使じゃん。なんとまあ聖者が、聖者でいいんかなこれ。なんとまあ聖者が地獄で何をしてるのでありますか。本館初めて見ましたよ。あーこんばんは。悪魔を探している、天使を探している。これ待てよ、これ天使を探してるなんて言っちゃっていいんか。なんかこれ化けてんじゃないの実は。いやでも俺は信じる、君は天使だ。天使を探している。ここにはあまりいないですよ、ご安心よ、本館が案内するであります。ささ捕まってください。あれサクセスって出ないぞ。嘘をついて天国に行けるだなんて誰が予想しただろう。ともあれもう悪魔のハーレムは作れそうにない。おい無言でもう一回やんのやめてくれ。やっぱ悪魔じゃねえかよ、ふざけんなよ。天使なんていねえんだよやっぱこの世界に。おかしいと思ったんだよ本当に。いねえいねえ、みんな悪魔だ。俺はね誰のこともね本当にね悪魔だと思ってるからね。そんなことはない、それは言い過ぎた。悪魔探してる。おお奇形もでありますか。差し詰め現代罪や悪魔学の研究でありますね。自分も調査に加わるであります。別の目的で入ってきてるけど、なんだこいつはキャラ濃いな。悪
魔学って何？誰が先行すんのその学。まあいいや、次行こう。もうなんかグラサンかけてんな。え、これどうなんだろう。いや、これいるな。鍵、鍵いるね。鍵いりますね。鍵取りに行こっか。まあ簡単に鍵は取れるよ。あ、そうか、動かないんかこれ。ちょっと待ってよ。じゃあ下から回んなきゃいけないな、絶対に。あ、これやばいな。よくないね。一回殴っとくか。で、ちょうどこれ当たったらもったいなすぎるから、さすがにね。で、こいつ殴る、鍵取る。あ、これ詰むな。まあいけるか、戻れるか。いやー、これでもさー、いや、もったいなすぎない？あー、これダメじゃん、もう。あー、ダメじゃん。待てよ、なんだこれは。なるほどね。こうだ、こうからのこうだ。で、あいつ倒さなくていいんだ、下のやつで。こい倒す、取る、こっち、こっち、こっち、あっけ。いやー、惜しい。あと1個だ。なんだ、1個何かが間違えてる。俺はどこがいらないんだ。あー、ここか。倒さなくていいんか、あいつも。なるほど、これで3、2、よし、よし。どんな名前なんだよこいつ。激ヤバ悪魔のジャスティスよ。あんたのパズル解いちまった、うん、あんたあのパズル解いちまったのか。すげえな。うん、若干ナダルが入ってるんだよね。激ヤバって。だいぶ手こずったな。ハーレムに入らないか。メニューからスキップしただけだ。ハーレムに入るか。ちょっと待って、メニューからスキップってなんだ。そんなことができんのかこのゲーム。よくわかんないんだが、まあだいぶ手こずったね。おー、成功。聞くまでもないだろ。パーティーとあらば参加しないわけにはいかないしな。パーティー好きか。ジャスティス、ジャスティス。よーし。何これ。ちょっと待って、メニューからスキップってなんだ。メニュー、いや、なんもないけど。メインメニューか。あ、やべえ、戻っちゃった。やべえ、戻っちゃった。みんな、あ、待って、やばい、やばい、ニューゲーム。あ、やばい、待って、違う、違う。あー、よかった、戻ってくれた。じゃあ行くか。なんだこれ。とりあえず全員倒していけばいいんか。踊ってんな。なんだあいつは。王なのか。普通に無理なんだけど。何こいつ。じゃあ避けていくよ。じゃあ避けていくけどいいんかこれで。いけたわ普通に。たどり着け。え、あーってこいつだけ倒せばいいか。何だったんだ、誰。え、地獄 CEO のルシファー。やっぱルシファーってそういうなんかあれなのかな、一番悪魔の中でも強かったりすんのかな。やっと会えたな。すべての試練を突破し、貴様は己の価値を証明した。魂を世に捧げると誓えば奴隷として寵愛してやろう。いや、いらん、奴隷とかはいらん。そんな別に望んでないよ。アセロラドリンク飲むな。はい、女王様。結構だ、それよりハーレムに入んないか。結構だ、それよりハーレムに入らないか。何を戯れるか。貴様は悪魔を奴隷にできるとでも考えてるのか。何？2個目。俺をご主人様と呼べ。話す前に伺いを立てろよ。どんだけこいつ強気なん。コーヒー炭性シビュー、チョコパンケーキがあるぞ。よくわかんないな。チョコパンケーキで釣ろうとしてる。いや、チョコパンケーキでは釣られないでしょ、悪魔は。さすがに。俺をご主人様と呼べ。話す前に伺いを立てろよ。立場というものを理解してないようだな。あれ、やばくね。君の血液は巣に変わった。何を言ってるのかわからないと思うが、恐ろしいものの片鱗を味わった。みんな、俺血液が巣に変わっちゃったよ。うん、怪我した時とかもう巣が出てくる。酸っぱいってなっちゃってる今。結構でハーレム入んないかで。パンケーキなんだと。正気か。地獄の奥底まで来てパンケーキを食わせようというのか。めっちゃパンケーキ。世の好物がパンケーキでよかったな。ほんとかよ。世を納得させようとは、貴様のハーレムは案外楽しめそうだな。ね、いいんだ、いいんだそれで。いや、嘘、ハーレムになっちゃった。え、なんだこれ。あ、普通になんか地獄の扉みたいになるけど。待ってよ。これはまたちょっと難しそうだ。あー、今一回蹴っちゃったね。これ、ちょうどだから、ほんとに。一回でもミスると終わるから。これ鍵。あー、でも無理だもんね、この時点で。
あーなんか近いな。これ下から切れたら、下から切れたら一番いいんだけど、そこいけないな。でもこれ意外とこう蹴るのありかもしれんってことか。あ、来たんじゃね。待てよ、これで来たんじゃね。これいや来てないのか。いや来てないな。いやなんか惜しいんだけどな。あ待って、これどうよ。でもこれちょっと待って、こっからなんだよね問題は。いや待てよ、えこれいけたんじゃね。やったじゃん、やったじゃん。いけた。このまま逃げるとでも思ったか。え誰だ、これで終わったとでも思ったか。え、バッドエンド。冷たい鎖が君の首筋を撫でる。血肉はおろか骨まで溶かす炎が後に続く。え、幾千もの貴様を焼き尽くしたような気がするが、炎が消えてもまだ俺の前に立つか。あ、何回も挑戦したのか。だが捕まえたぞ、両替者め。簡単に諦めてくれるなよ。俺たちはこれから長い長い時を共に過ごすのだからな。誰だ、うわ、なんだ、最高検事総長、ジャッジメント。現在執行装置起動。苦しんでもらうぞ、5人目。なんだなんだ、え、なに、え、なになになに、なに始まったの、なにこれ、動ける自由に。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、え、はっ、いて、ちょ、待て待て、やべ、なんだこれ、急になんか別ゲー始まったんだけど、みんな。避けんのか、避けまくればいいんか。なんだこれは、さっきまでのパズルどうした。これ、なに、何回当たっちゃダメなの、ね、何回当たっちゃダメとか教えてくんない。ちょ、待てよ。次に来るとかわかる。あー、でも難しい、避けんの。やばすぎる、やばすぎる。待てよ、みんな。あーって、なんで。いいよ、なんだ、なんだ、なんだ。なんだ、これ。え、なに、なに、鎖。あ、剣のか。なにこれ、マジで。あ、執行装置の具合はどうだ、両替者め。降参すれば貴様を消し去ってやるぞ。いや、嫌だわ。ダメ、諦めないで。まだ僕たちを出してないでしょ。なに、みんな仲間が俺のために。コーヒーだけが楽しみで来た悪魔もいるんですよ。え、ハーレムってこういうこと。希望を捨てろ、運命はすでに定まっている。いや、ジャッジメント、この男は私のものだ。あまり傷つけないでほしいんだがね。CEO までも味方してくれてるし。ガイアは黙っていろ、本当の地獄を見せてやる。なんだこれは。でもハーレムのみんながなぜか俺の肩を持ってくれてる。みんなにいいところを見せなければハーレムは成功しない。トラブルな展開は無理だ。結城リト君みたいになれない。懐かしいトラブル、やめてくれ。いや、ラッキーエロってそういうこと。いや、このゲームやってると回転寿司で流れてた頃を思い出すからやだな。いや、うまっ、俺うまっ。うわー、うまかったのにな今。あ、うまいっていうのは回転寿司がうまいっていうことではないよ。あ、別に回転寿司はうまいけどね。これ言い訳なんだけどさ、コントローラーがさ対応しないんだよな。なんかその俺のコントローラーがさ、こういう速い動きに、パソコン用コントローラーでやってんだけどさ、このなんていうの、今十字キーでやってんだけどすげえやりづらいんだよね。来た、これ言い訳なんだけどね。まあ待てよ、あぶね、あ待てよ、殴れ、え、殴れない、なんで殴れないの、え、なにこれ、毎回避けつつ殴れってこと。あ、とんでもないな。あ、やべえ、俺ボタン操作してた、ずっとなんかおかしいなって思ったらもうボタン操作だと思っちゃってる。待てよ、あぶね、殴れ、よっしゃー来たー、よし、来た。貴様を縛る鎖は皆貴様が持ち込んだもので作った。どういうこと、そんなに。エゴ、欲求、大敗、己の災いで鞭打つがいい。いやー、まあそうだね、欲求ありまくりだったもんな。十分だ、最高検事総長、退任を命じる。いやー、嬉しい、ルシファー嬉しいよ、好きだよルシファー。司法は権力者の圧力に屈しない。そうだな。いいぞ、ジャッジメント、乗りに乗ってんな。お前激ヤバだな、やっぱり。やっぱ激ヤバだわお前マジで。
本館も続けてほしいであります。これをレポートにすれば次期評価は A プラス待ったなしであります。一番サイコパス、一番ヤバい子、一番悪魔アザゼル、天使なのに要は地獄の女王だぞ。なぜ誰も話を聞かんのか。ルシファー可愛い。まだあんのか。俺コントローラーマジ不利なんだよな。まあいいや、別にそんなこと言ってる場合でもないですしね。でもさっきと似てるな。あーやばい、それマジで言ってる。うわ、いや、なんかでも当たってない。上手くなってる可能性がある。やったら、やべ、あぶね、落ち着け、やばいすぎこれ。うわマジか、来たわ、来たけど、なんだ、何が来んのこれ、何あの横のやつ、怖い怖い、これ急いだ方がいいのか。なんだなんだなんだ、わからん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 、ちょっと待ってよ、いつだ、あぶね、あぶね。しっかりアンチを見つけていけばそんな難しくない。ここアンチ、オッケー、いいよ。で次のアンチはここだ。いやー、一本来た後、来たー、いいよー、この調子でやっちゃおう。でここアンチだよね、オッケー。ここ操作ミスんなかったらいけない。2本来て1本来た後ね、来た来た、あぶね、よし、2本来て1本来た後、来た、やっ2本来た後に1本、はい、もう完璧に右手る、よし、1本、よし、来たー、よーし、ジャッジメント、枷から逃れられようとも本気で思っているのか。思ってるに決まってんだろ。なんだそれ、ネックレスみたいにすんな。まだわからんようなら教えてやろう。失望は失望を生み、失望は絶望に、希望は失望を生み、失望は絶望につながると。かっけえな、なんかその言葉、中二病心がくすぐられるわ。え、あ、びっくり、自分で縛ったんか。な、何やってんだ、どうしたんだ。絶望の鎖は楽しいぞ、ド M にしか見えん。ここもハーレムだ。こじらせたあまりっちみてえだ。おた仲間に目をつけられたんじゃ、あいつも終わりだな。自分の運の悪さを知ってるくせに、ネクロポリスに挑んでるみたいだ。こんなことなら、ちゃんと勝ってあげればよかった。勝ってあげる。いいぞ、後悔しろ。生まれついた日から、今日までよな。君の髪は綺麗だな。その衣装デザイン最高。100点満点。どっちだ、髪なんか衣装なんか。いやー待てよー、これ難しいなー。いや髪なんじゃない、意外と自分でセットしてそうじゃん。この衣装はさすがにちょ胸元パックリ開きすぎだしさ、これさすがに多分支給されたものだと思うんだよね。自分で決めてないと思うわ。だから自分でやった髪。君は髪が綺麗だな。黙れー、貴様の運命は変えられん。そうだな、今伝えるべきだった。ん、だから今伝えるべきだと思った。爪もマジでイカれ、イカしてるぜ。びっくりした、爪もマジでイカれてるぞかと思ったわ。いやまあ確かに爪も綺麗だな、爪も綺麗だわ、爪も綺麗。よく見たらジャッジメントさん爪も綺麗です。あなたは爪もマジでイカしてるぞ。は？そうなのか。うん、ありがとう。じゃあ行くぞ。何じゃあ行くぞって、何じゃあ行くぞって。あっ、さあ苦しみにもだえるがいい。なんだなんだなんだ、まだ始まんだ。おい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 、一瞬なんかさ、あのいいパターンかと思ったのに。いや難しい。お、来た、絶望の鎖。なるほどね、これアンチどこだ。お、なんか知らないけど奇跡的にアンチにいるわ俺。4本これむーず、じゃあこりゃいつだ。もう次1回でも食らったら死ぬんだよな。いつだこれマジで。いやマジでわかんねえな。今行っちゃうか、大丈夫。あー、ここでこれこれで永遠に行けんじゃねえの。ほな、これでちょっとずつ削っていこう。やばっ、よし一旦落ち着こう。いける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 。うわー、あいいよ、ラスト1本。もう分かってるからこの上は。でもそれはフラグにしてはいけない、絶対にね、絶対に。ぶね、つついていこう。よしよし、いやー結構難しかったぞ。本当の苦しみの前に何か言うことはあるか。もっと早く君を見つけられればよかったと後悔している。君に罰せられるのなら、俺の罪も価値あるものとなった。
完全に言葉で落としに行こうとしてんな。もっと早く君を見つけられればよかったと後悔している。これ言われたら嬉しいでしょう。俺もめっちゃ嬉しいもん。くだらない口説き文句はやめろ。やりにくいんだよ。まあやりにくいわな、そりゃ。そうか、すまん。だが君の目に見とれていたな。君の髪がどれほど素晴らしいか話していいか。やたら髪について押すな。で、髪について押してみるか。もう俺だってこんなことやりたくないんだけど、契約は契約だからさ、お前の破滅は避けられないってわけ。お、ちょっと落ちてきたんじゃないか。だけどお前が地獄から出て行って邪魔さえしなければ執行を数年遅らせることができる。お、まさかこれは出れてる。俺たちの運命は一つ。お前はいつか苦しんで死ぬけど、今である必要はない。運が良かったな。今すぐ俺の前から消え失せろ。お、え、本当か。消えろと言ったんだ、早く行け。まさかハーレムに誘うだなんてバカなこと言うなよ。何言ってんだよ、ハーレムに来ないか。俺は悪魔をハーレムにするために地獄に来たんだ。君も一緒にどうだい。不死身の苦しみの化身と一緒に暮らすだと。何度もいたぶって殺した相手と。他に道はない。大丈夫、俺のハーレムにはもっとひどいのもいる。他に道はない。来た。なんでボディーガードまでメロメロなんだよ。おい、本気で言ってんのか。例外中の例外だが、どうなるか見届けてやろう。物は試しと言うしな。なんで落ちるんだこれで。やった、すげえハートいっぱい出た。そして君の旅は終わりを迎えた。おお、よかったな。なんだこの絵。地獄から娘たちを連れ出したのだ。それ以来君は地獄から連れし者、ヘルテイカーと呼ばれるようになる。おお、タイトル回収。しかし暮らしは楽なものでなかった。肩に刺さってるよ、めっちゃ。短い間にもかかわらず苦難はどっと押し寄せてきた。しかし人生はどう生きようと苦しみに満ちている。なら今のうちに楽しんだ方がいいかもしれない。苦しみどかの騒ぎじゃないけど、すごいことになってるけど。え、なにこれ。え、こんないんのか。てか、なんか警察来てるけど。なんか何してるの。あ、 CEO のルシファー、パンケーキが焼けたか。早速いただこう。美味しそう。んー、すっごく美味しい。手伝ってくれてありがとう、ヘルテイカー。サタンって書いてあったけど今。そういうな、世にできることをしたまでだ。しかしどうやったらそんなに生地を薄くできるんだ。まだ分からなくてな。空中で生地を回すのもだ。何か魔術を使っていると思ったんだが、経験だ。なんでお前パンケーキ焼くことに必死になってんだ。なるほどな、みんなにも食わせてやるといい。みんなに食べさせてあげるのか。どうぞ、パンケーキだ。うまい。質問いいか。うん、構わない。女の子たちから聞いたんだが、なんであんたずっとサングラスかけてんだ。確かにそれはお互い様だろう。まあそうだね。君はパンケーキだ、モデウス。それはラブコメか。初めて恋って感じが分かったかもしれない。胸がキュンキュンして止まらないの。かわいい。もしかして私ずっと間違ってたのかな。ふむ、ならデートにでも行くか。まあハーレムだからな、こういうことも言っていいわな。そんな変態チックなことよく言えちゃうね。いや、お前が想像しすぎ、妄想しすぎ。別にデートは変態チックじゃないぞ。てかめっちゃいいな、本当に。こう見たらパンケーキにコーヒーだ。コーヒーまでつけちゃった。パンデモリカお気に入りなんか。お、飲んでる。よし、これでコンパイ、ま、悪魔とはおさらばです。ド S 悪魔、また入れすぎてないか。いえいえ、結構なお手前ですよ。実際美味しいです。今回はフィルターもちゃんと使えてますし。頑張ってくださいよ。このままじゃ折れてない指を探す方が大変になりますから。はい。指折られてんだ。ド S とかの話じゃないでしょ。別に直してもらってもいいんですよ。ここの医者はなかなか優秀ですし。次は午後5時15分にダブルエスプレッソでいいんですよね。敬語。覚えるのは私の仕事じゃなくてあなたの仕事ですよ。めちゃめちゃド S だな、マジで。すげえな。パンケーキだ。お、毒舌悪魔。悪魔がプレイするに値する単性シミュレーションゲームを探すのがどれだけ難しいかわかるか。あー、なんかいたな、単性シミュレーションゲームに取り込むやつが。最近の人間が作るのはどいつもこいつも中途半端な続編やダサくばかりなんだよな。そんなこと言うな。とりあえずプレイすればいいじゃないか。結局それに落ち着くんだよな。
だから私たちには酒がいるんだ。酒を好きなんだ。お、パンケーキだ。お、製薬悪魔のズドラータが。でも気つけたいからさ。何やってんだ。手で。ここは喫煙だぞ。あ、禁煙だぞ。だからお仕置きするんですか。したけりゃすれば。うち悪い子だし。楽しんでるみたいでよかった。くたばれおっさん。なんだこの会話は。天使最後に残しとく。ああ勝手に天使と話しちゃうわ。パンケーキだ。本館がここに来てどれくらいになるでありますか。数週間だな。まるで永遠みたいな気がして、見てきたものやしてきたことを論文に全部ありのままを書いても誰にも信じてもらえなさそうであります。口頭無形にも限度があるであります。気の毒に。まだ本館の研究は表層を触っただけにすぎません。今日は自分と研究するのはいかがでありますか。研究って言い方やめろ。何をやってんだ。こう詰めすぎだ。パンケーキを食べなさい。何なんだ。あ、三姉妹だ。パンケーキだ。失敗した。どうした。またお隣さんに迷惑かけたのか。今度何をした。なんで警察まで来てるんだ。お前たちが何かやったんか。無言やめて。パンケーキだ。おお、ジャッジメント。旅外者が我らの領地を汚さんとしている。処断するか。いや、しなくていい。なんだ。問題ない。俺が対処しよう。そっか、頼むわ。手で食うな。軽いな。警察。でも警察もハートマークついてんな。警察。警察だ。ドア開けろ。ね、武装しすぎだろ。開ける。ゲーム終了。開けない。開けない。そこにいるのは分かってるぞ。ドア開けろ。開けたらゲーム終了なんだ。もう。なんかできてすんのかな。そういうわけではなくか。終わりなんだ。パンケーキ焼いて。いやー、いいゲームだったな。開けてみるか。じゃあ一回開ける。パンケーキいかがですか。いや、無理。警察にはそれ通用しんよ。なんでだよ。おう、どうも。ちょっと聞きたいことがあるんだが。毒でも入ったらどうすんだ。こうしてヘルテイカーの物語は幕を閉じる。めっちゃいい絵。ナレーションは古き良きベルゼブブがお送りした。なんとも馬鹿げた話ではあるな。正直いまいましいとも思っている。ろくでもない連中のろくでもない話だ。だがそれでも君に楽しんでもらえたなら幸いだよ。笑えるだろ。それではこの小映えに付き合ってくれてありがとう。また会う日まで。 The End。 めっちゃ面白かった。 Thank you for playing。 いや、めっちゃ面白かったぞ。ヘルテイカー難易度もちょうどいい感じで、いや、おしゃれだったし、手が凝ってたし、話も面白かったし、いいね。まあ僕のね、動画もくだらないですが、皆さんにちょっとでも笑えてもらえれば、まあそれでいいかなって思いますね。ってことを再確認できましたね。ん？他に欲しいものでもできたかな。あ、やっぱお前怖いわ、見た目。